ごめんください。失礼します。あなたたち。いや、ロイドたちか。やれやれ、揃いも揃ってしけた面並べてんな。余計なお世話だと言いたいところだが、まあ否定はせん。よりにもよってなんでアリオスさんが。寝耳に水すぎるよ。本当にそんな気配は全然なかったものね。強いて言うならオルキスタワーを訪れることが最近多かったくらいかしら。そうね、あくまで今後のギルドの対応を協議しに行ってたはずだけど、まさかこんな段取りを話し合っていたなんて。実はそのあたりをお聞きしたくて来たんです。アリオスさんはまだギルドに所属してるんですか？昨夜いきなり辞表を出して遊撃士のエンブレムを返してきたわ。持っていた仕事は全部片付けて、今後の対応策も出してくれたのはいかにも彼らしいけど。そうだったんですか。確かにアリオスさんらしい几帳面さですね。だがこのように唐突に辞めるのはさすがに問題だろう。しかもクロスベルト独立国の国防軍の長官などと。こう言ってはなんだけど、エレボニアの反応が怖いわね。資産凍結なんていう脅迫すらしてしまっている状態だし。そうだね、共和国の反応も怖いな。だがアリオスさんの気持ちも理解できないわけじゃない。スコット、どういうこと？俺もアリオスさんと同じクロスベル市の出身だが、確かに演説にもあったような原因不明の不可解な事故は年に 1,2 回は起きていたんだ。本当のことはわからないけど、みんな帝国か共和国絡みで起きたことだとは薄々感じていた。それは、まあここ最近はそうした事故は起きてないが、5年前アリオスさんの奥さんとしずくちゃんが巻き込まれた事故が最後と言えるかもしれないな。あ、ひょっとして5年前に表通りで起きた運搬車の爆発炎上事故、当初はオーバルエンジンの暴走と可燃性の積み荷が原因とされたけど、確かに不審な点は多すぎたが、そしてその事故に巻き込まれて奥さんのさやさんは亡くなり、しずくちゃんは光を失った。そういう顛末だったのかよ。断片的な情報はある程度は聞いていましたが。それでアリオスさんは警察を辞めてギルドに移って。私もアリオスとはその後からの付き合いだけど、彼一言も言わなかったけど、ずっと引っかかってたんでしょうね。そう考えると今回の大役を引き受けたのもようやく腑に落ちた気がするわ。ミシェルさん、失礼は承知で尋ねますが、アリオスさんのスケジュールで不審な点はありませんでしたか？え？ロイド君、どういうこと？国防軍の司令長官、いきなり引き受けるにはあまりに重すぎる役目だと思います。多分リータ市長、いや大統領との間で根回しがされていたんじゃないですか？それも最近ではなく、しばらく前から。ミシェル、まさか本当なのか？確かに行き先など報告と食い違っていることはたまにあったわ。あれだけ仕事を抱えてたら当然だとは思ってたけど、考えてみればアリオスが報告を間違うなんて不自然極まりないのよね。
それじゃあそうした時間にディーター市長とコンタクトを。その可能性は考えられるかもしれない。ロイド君さすがね。怖いくらいの洞察力だわ。いえ、失礼なことを言ってすみません。その失礼ついでにお聞きしますけど、そうしたアリオスさんの行き先やスケジュールの食い違い、半年以上前で覚えはありませんか？半年以上前って、まだディーターさんが市長にもなっていませんが。そこまで前だとさすがに覚えてないんだけど。あ、でもあれがあったか。あれ？創立記念祭の最終日よ。彼仕事でレミフェリアに出張することになってたんだけど、それを急遽キャンセルしたのを報告し損なってたのよ。え？後で気づいて聞いてみたら、忙しくて報告し損なったって言ってたけど。何？何か気になるの？まあ、あの記念祭は殺人的な忙しさだったし。報告に齟齬があったとしても無理もないと思うな。記念祭の最終日、最終日といえばあれがありましたけど。それがどうつながってるんだ？わからない。でも何かつながりそうな気がする。今まで俺たちが忙しさのあまり見過ごしていた点と点が。すみません、失礼します。はい、こちらクロスベル警察特務支援課で。ああ、クロスベル国防軍特務支援課の間違いじゃないのか？あなたは。さて私は誰でしょう？正解された方にはもれなく豪華景品を。くだらないクイズは結構です。一体どの面を下げてクロスベルにやってきたんですか？やれやれ、嫌われたもんだな。派手なことになってるみたいだが、ちょっと会って話せないかな。ま、損はさせないと思うぜ。わかりました。どこに行けばいいんですか？クリムゾン商会、いや元ルバーチェ商会と言った方がいいかな。あそこの会長室にするか。地下のあそこですか？わかりました。そんじゃ待ってるぜ。もしかして行方不明のザオ氏とか？そういえばこの前ランディさんがいなくなった時連絡をもらいましたね。そうだったのか。いや違う、帝国軍のレクター大尉だ。え、あの人またクロスベルに来ていたんですか？確かにどの面下げてって感じだな。どうやら旧ルバーチ商会で話があるみたいだ。赤い星座とのつながりを考えるととても油断はできないけど、行くだけ行ってみようだな。虎穴にいらずんばですね。準備だけは万全にした方が良さそうね。あなたたちも大変そうね。どうやら面倒な相手とやり合うみたいだな。情報局のアランドールか。恐ろしく厄介な若造らしいが。厳しそうなら助立ちするから遠慮なく言ってよ。そうね、湿地帯での借りもあるし。ありがとうございます。手に負えなさそうだったらぜひ力を貸してください。We'll be right back.
どうやら先に来ているみたいですね。ああ、慎重に降りてみよう。帝国軍情報局所属レクター・アランドールか。油断できる相手じゃない。入るなら覚悟を固めよう。よう、ご苦労さん。どうやら国防軍の連中は引き連れてないみたいだな。だからといってあなたを捕まえるつもりがないと思わない方がいいですよ。赤い星座の所業、あなたにも関係がないとは言わせません。ふん。単刀直入に聞くぜ。なんでクロスベルに現れた？それとおじきたち、赤い星座はどこに行った？クライアントならばもちろんご存知ですよね。まずは最初の質問に答えさせてもらおうか。俺が来たのは今日、帝都からの始発でな。もちろんギリアスのおっさんの指示によるものだ。鉄血宰相の？どういう目的で？その前にあんたらに耳寄りな情報を教えてやろう。今日の午後くらいに帝国軍が侵攻してくるぞ。冗談きついです。いや、この状況じゃ本当だとしてもおかしくねえ。もちろんベルガード門からだな。ああ、すでにガレリア要塞に機甲師団が集結している。ま、たかだか一個師団だが、最新の重戦車が揃ってるからクロスベルの装甲車くらいは余裕で蹴散らすだろうな。すぐに警備隊に。国防軍に伝えないと。いや、とっくに伝わってるぜ。一応事前の通達は実習政府に言ってるしな。なのにディーターのおっさんは IBC の資産凍結を撤回せず大統領なんかに就任しやがった。侵攻してくる帝国軍を防ぐのが不可能なのは分かっているはずなのに。それが俺が改めてクロスベル入りした理由ってわけだ。おい、どういうことだ？その状況でアリオスのおっさんを国防軍の長官に任命してどうなる？わからない。いくらアリオスさんでも戦車相手に戦えるわけがないし、どう考えても何か切り札があるとしか思えない判断だけど。もしかして共和国と和解して帝国軍への牽制を？もしそうだったら大統領演説で共和国のことまであんな風に非難するはずがないわ。あくまでカルバードとも本気で対決するつもりのはずよ。ええ、そうでしょうね。あなたはキリカさんじゃないっすか。お久しぶり、アランドール隊員も。遅れてすまなかったわね。ま、俺も来たばかりだし気にしないでくれ。そっちの様子はどうよ？おおむね予想通りの進行ね。現在アルタイル市の郊外に空挺機甲師団が展開しているわ。共和国軍も？空挺機甲師団ってことは戦車と飛行艇の混成部隊かよ。ええ、機動力のある新型戦車とガンシップの組み合わせね。カルバード軍の中でも
最高の機動力を誇っているわ。そんな、ハサミ撃ちということですか？ええ、あなたたちにとっては不本意な事態でしょうけど、でもこの状況になるのは少し考えればわかるはずよ。にもかかわらずリーター・クロイスは一切の妥協なく強硬姿勢に出た。これは一体どういうことかしら。それともう一つ、二番目の質問について大サービスで答えてやろう。二番目？赤い星座の行方か。ああ、答えは簡単。俺たちだって全然知らないんだな、これが。そんな。ここまでぶっちゃけておいて、それはないのでは。クロスベルで暴れた後、契約は終了したってことか。いや、待ってくれ。赤い星座は通商会議の時、帝国政府と契約を結んでいた。契約内容は最小の命を狙うテロリストたちの殲滅。それは間違いないですね。ああ、連中もそう言ってたろ。でもひょっとして帝国政府との契約はその時に切れていたんですか？それってまさか。ロイド、やっぱりあんた割と諜報に向いてるかもな。もう少し性格が悪ければだが。それじゃ答えはイエスだ。通商会議以降、帝国政府は赤い星座と関わりはない。にもかかわらず連中がクロスベルに残ってたのはこちらも妙だと思っていたが、まさかあんなことをいきなりぶちかますとはな。そんな、じゃあどうしておじきたちはあんな真似を。まさか結社と新たな契約を結んだとか。いえ、それもおかしな話ね。かつてリヴェールの異変では彼らは強化両兵という独自の戦闘部隊を運用していた。もしクロスベルを襲撃するならそういった部隊にさせたでしょう。なるほど。わざわざ外部の両兵団を雇う必要はないわけですか？そうなると他の候補は絞られてくる。いかにも帝国政府が黒幕と思われるような状況でクロスベル氏を襲撃させて何らかの得をした勢力、そして最高ランクの両兵団と長期契約を結べるほどの莫大な資金力を持っている勢力。まあそういうことかね。信じがたい可能性にこそ往々にして真実は潜むものよ。ちょっと待って、今の話の流れだと該当しそうなのは一つしかねえだろうが。いやさすがに決めつけはまずい。レクター隊員、キリカさん、情報提供には感謝しますが、あなた方の立場も立場です。ここから先は自分たちで。はい、特務支援課バニングスで。よかった、ちゃんと繋がって。ロイド、セシルは？セシルね、そんな慌てて何かあったのか？アリオスさんが。それでキーヤちゃんを連れてそのまま出て行ってしまって。私も止めようとしたんだけど、キーヤちゃんが。とにかく戻ってこられる。詳しい状況を説明するから。わかった。
そのまま待っててくれ。どうしたの？お前すげえ血相だぞ。アリオスさんが支援課に来てキーを連れて行った。なんだと？一体どうして？とにかく支援課に戻ろう。キリカさん、レクターさん、俺たちはこれで失礼します。ええ、気をつけて。ま、頑張れよな。やっぱあの嬢ちゃんが全ての鍵だったか。なあ、間に合うと思うか？そうね、多分難しいでしょう。セシルネ、ライダー。それでキアは？アリオスさんに連れて行かれたそうですが。あの白い制服を着たアリオスさんが一人で来て、迎えに来たって声をかけたら、キアちゃんもうなずいて。そんじゃ希望は自分からついてったんすか？ええ、私にはそう見えたわ。でもあなたたちに無断でというのも変だったから止めようとしたんだけど、大丈夫だからってキアちゃんに言われて、それで警戒してたサイト君もおとなしくなっちゃって。そういえばサイトがどこにもいません。二人がいなくなってからふらりと出て行っちゃったの。ひょっとしたら二人を追いかけたのかもしれないけど。どういうことだ？しずくちゃんのことで約束でもあったのかしら。私もそう思ったんだけど、どうもそうじゃないみたいで。ミシュラムに行くようなことをアリオスさんが言っていたし。ミシュラム？ええ、ボートの用意はできている。つまりミシュラムに行くということよね。ここ数日ミシュラム方面は完全に営業停止しているはずだわ。そんなところにわざわざ？チッ、やっぱ普通じゃねえぞ。追いかけましょう、ロイドさん。ああ、なんとかボートを調達しよう。セシルネ、ごめん、とにかく追いかけてみるよ。ええ、気をつけて。アリオスさんもキーヤちゃんもいつになく真剣な目をしていたわ。多分よほどの事情があると思う。わかった。とにかく追いついてその事情を聞かないと。